これからパクパクを作ります。まずはじめに半分に折ります。そしてまた半分に折ります。そして内側を広げて潰すように折ります。そして裏返してこのように折ります。そして内側を潰すように折ります。そして全部広げます。そしてこの角を真ん中に折ります。こっちも同じように折ります。そしてこのように後ろに折ります。そしてここを開いてこのように折ります。そしてこのように折ります。そして向きを変えて裏返します。それでここの内側を広げて潰すように折ります。そしてここの向きを変えます。そして縁と縁を合わせて折り筋をつけます。そしてこのように折り返してそれでここを折ります。また折り返します。反対側も同じように折ります。そしたら全部広げます。そしてここの角をここに合わせて折ります。こっちも同じように折ります。そしてさっきのように後ろに折ります。そしてまたさっきのように折ります。裏も同じようにやります。そしてこれを折り返します。そしてこのついている折り筋でかぶせ折りをします。反対側も同じようにかぶせ折りをします。
そしたらここを中心に合わせて折ります。そして戻します。そしてここを内側を広げて潰すように折ります。そしてこの角を反対側に折ります。そして縁と縁を合わせて折ります。そしてこのように折ります。こっち側もこのように折り返して縁と縁を合わせております。また縁と縁を合わせております。そしてさっきのように折り返します。そして折り返します。そして縁を中心に合わせております。また戻します。内側を広げて潰すように折ります。角を反対側に折ります。また縁と縁を合わせております。また縁と縁を合わせております。そして折り返します。また折り返します。そしてまた縁と縁を合わせております。そしてまた縁と縁を合わせております。そしてまた折り返します。そして向きを変えます。そしてここのところとここのところをこのように合わせて折ります。そして角を持ってこのように立体にします。これでパクパクの出来上がりです。